感情が湧き上がってきた、喜びの感情が。というわけでハピネス役のハピネスです。ウォーフレームそろそろ D 実況プレイやっていきたいと思います。今回ですね、俺はお前たちを見ているぞ。ということでね、ハイエナパッキューに出てきました。軍隊を打破せよということで、潜入的シールド増強、総滅エネルギー減少、救出強化された物理攻撃じゃなくて属性攻撃耐性ということでね、まあいろいろと重めのタスクは2番目ぐらいかなと。あとはね、潜入と救出は適切なフレームでじゃんじゃんやればね、ウロパタイルにしろ、海洋性タイルにしろ余裕なのかなっていう感じもね。余裕も余裕じゃないもん、あなた次第。まあルアのね、殲滅じゃねえや、消滅になるとそのクロスファイヤーなんですよね、どうしても。で、何が怖いって、そこら中でコーパスとグリニアがやり合ってるところでグレネードがこう飛び交ってるのがね、誤爆っていうか、誤爆じゃないんだけど流れ弾気分で当たるのが一番怖いですね。あそこは気をつけましょうって言って、第一ミッションでもう次のミッションの話をしているっていうね。だってルアーが怖いんだもん。 OK、 いきましょう。ソース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 とケチャップ、どっちかける、どっちも混ぜてかけます。 OK、 今回ナガンタが持ってきております。ナガンタガン、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 なか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 。なんでかっていうと、あの敵のシールドが増強されているのでね、ロキで姿を消して、あ、そんだけしかないんすか、ヒルドリンの真似すかとか言いながらやればね、シールドなんか無視してぶち殺すことができるのでね、あのナガンタカのような、まあ出血ダメージが強い武器はおすすめでございます。いや本当にね、このナガンタカの出血のその発生の確率といい、ダメージといい、半端ないんでね。今連射で撃ってますけど、一発ずつ撃ったって別に問題ないみたいな。今回ね、感染隊のペットちゃん連れてきております。がっつり育成中なんだけどね、初めて大きくしましたこの子。今までね、小さい子は持っていたんですけれども、持ってたんですけど、大きくしたのは初めてですね。ホワイトという名前です。ホワイトちゃん、数時間前に生まれたばかりです数時間前に生まれて、2時間ぐらい前かな、生まれて2時間ぐらい前に大きくなったばかりの子ですね。新しい、さて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 、お前はどうやって入ったんだそこに。あ、今回タツ持ってきております。タツタツタツですね。タツ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 っつって、タツもいいですね。タツはフォーマーを1個刺しても、もっともっとこうちょっと刺したいぐらいな愛情がちょっと芽生えてますね。やはりかっこいいんだ。どこ飛んだ。 OK、 タツはかっこいいね。タツ OK、 第1個目は廊下のやつね。 OK、廊下のやつでも大丈夫、あロッキーならば、あロッキーならば、へえ、やめてよ、危ない。あのホワイトちゃんが当たってもダメなのかと思ったら、そんなことはナッティン。はい、よし、オッケー、危ねえ効果時間内にどうしても解除させたかった。はい、よし、オッケー、オーライオーライオーライ、オッケー、やりましたね。まず1個目サクサクと。今日は余裕なんじゃないのって、ちょっと油断してるとやばいパターンかな。さあ、あとは B 地点 C 地点 C 地点 C 地点いきましょう。またエレベーターじゃね、これ行ったり来たり。だったら B 地点と C 地点先に取って、 C チキンの後に A 取りゃよかったじゃねえかよっていう感じもするけどね。おおお、あ、ここ初めて来るのか。何、そういうルートか。ありがとう、さすがだよ。手のひら返しってこういうこと言うんだ。すごい回ったな、手のひら返し。死なないというね、そんな時は長んたか。いやでもシールドの容量やばいよな、冗談抜きで。あのシールドの多さは半端ない、やはりコーパスのね。それくれよって感じえ、これで死なないんだもんな、問題だよね。あ、惜しい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 。さてさてさて、ここか。うわやべ、ちょっと待った。よし、オッケー、あ、横着させて、ありがとう。あっ、おい、あぶねえぜー。あし、上から行きましょう今日は。前ね、あのショートカットしないで行ってみましょうかっつって調子乗った挙句失敗したんでね、失敗したっていうか、あのぶつかって見つかってね、ギリギリの最中でコンソール回収みたいな感じだったんで。マジか、開いてねえのか。上が開いてるパターンですね。かといって行きたくもない。シュー、あー、無理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 です。よし、オッケー、うまい具合にいった。あのホワイトちゃんがね、レーザートラップに当たっても大丈夫なのはありがたいですよね。あ、
違う、通り過ぎた。うん、あの子が当たってもプープーとかなってたら二度と連れてこねえよっていう事態になってるしね。大きな騒ぎだ。よし、まず三つ目、まず三つ目、俺はお前のために。はい、オッケー。 いいですね。どんどんレベルが、え、落ちたよ。うん、どんどんレベルが上がりますね。さあ、後半はね、あの敵いないと思うので、さっさとシーチキン回収しちゃいましょう。ロキの足が速いのなんの。シュー、おーっと、あ、シールドスプレイさん、こんにちは。なんでここにアヤタンスターがあるんだ、これ。くれー、誰だ、死んだの。誰だ、ここで死んだのは。あ、死んでるなら、手を挙げろ。ナノ方針、くれー。よし、あ、またアンバーじゃん、今の、しかも。ラッキー、気をつけて。おー、なんか戦っちゃってる、あの子。いかん、いかん。ヘルスが減ってるよ。よし、これは何？あー、なんかこのパターン多いですね、今回。今回っていうか、最近。下から行くのはね、ちょっとなしにさせてください。あの、コンソール操縦がめんどくさいんでね。いちいち、サイファーも使えないコンソールをいじりまくんなきゃいけないので。あー、バカ野郎、バカした。痛い、痛い。いや、今曲がれたって思ったら曲がれてなかった。おー、気をつけろ、気をつけろ。ここで失敗するところ結構。うん、あ、やべえって思って、いつもの癖でなんかグーってカメラ動かしたら、あ、違う違う、この操作じゃないっていうミスを犯した。綺麗にいけるはずだったのに。あー、いかんいかんね。こうちょっと調子に乗ってると、こういうね、つまらねえミスがね、いろいろと多発するので、ちょっと気をつけましょう。次のミッション気をつけましょう。死ぬわけにいかないんでね。長んたかー、はい、リロード中です。長んたかー、クルーマンからの消えてから、長んたかー。オッケー、モアの方があっという間にやられますね。ナイスでーす。オッケー、さあ、下下下下下に下下に下下に行きましょうか。さあ、もう帰り道もすぐそこですね。安全かつ大胆に、何事もなく。てか、潜入ミッションが最近来ることがめちゃくちゃ多いなという印象があるんですけれども、今なんかそういう感じになってるのかな。発射準備は OK だ。うわーい、シュー、シュッ、シュッ、 OK。 まあなんとかね、難なくクリア。長んたかでね、敵を倒すことも可能なので何も怖くはないですね。さて、次の戦いにはちょっとこのホワイトちゃんを連れていくのは怖いですね。まあぶっちゃけもうロキ案件にしてもいいけどね。うん、ロキオンリーの戦いでみたいな、そんな感じで言ってもいいかなと。最後もどうせ救出だし、そうしましょうか。今回はロキの回にしましょう。特にこだわりなく、あって決めてるわけではないのでね。おじけついたらルーア逃げろ、スタコラサッサッサー、せいやー、来たぜー、パブローブ、おーイエス、ストラダバープライムです。初めて参戦ソロソーティー、行きましょう。さてさて、ストラダバープライムの力を思い知らせてやるよ。この武器強いね。フォーマー刺してないのにね、さすがプライム品と言わんばかりの強さを誇ってますね。嬉しいですね。ダダ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 、楽しいね。ほら見て、急にいきなりグレネードのダメージを受けるというね、この低たらくですよ。ありえない、いてててててて、流れ玉がやばい、敵の流れ玉がやばい。俺死ぬんじゃないかな、ロキ1回。おお、すげえ飛んだな。1回死にそうな感じがしますね。あ、4番放てないですね、これ。エネルギー容量増やしてきてないので、ちょっと流れ玉が怖いですけれども、それをね、防ぐための4番って感じだけど、まあ使えなくてもね、問題はないのでね。特にまあストラダバープライムをメインに使いつつ、敵を蹂躙していくっていう感じで、そんな感じで一方通行でーす。え、なんでそこ壁じゃないだろ、明らか。おい、どこ行くんだよ、おい。いやー、タツ効きますね、いいですね。しかも今回一人じゃないからね、みんなが一緒に戦ってくれるからありがたい。タツ強いな、マジで。いや、いいですね。今回ね、あんまりソロソーティーで持ってこなかったスタイルをね、盛り込んでる感じですね。いやー、しかしね、これはね、エネルギーがやはり枯渇しがちですね。ただ今回はエネルギー減少に網羅してきてるスタイルなので、安心ではあります。2番絶対これ無理っていう状況には陥らないはずなのでね。あとはタイミングを気をつければ問題ない。いや、これね、ロキ久々にこの戦いやったけど、ソーティーでこの一方的に敵に姿を見せずに戦い続ける、あれ、よし、オッケー。ヘルスにダメージを受ければね、ロキ内のスタイルだと少し危ないですけれども、ヘルスにダメージを受ければね、エネルギーが回復するようになっているので問題はないかと思います。でも結構もう50体、戦い方によってはやはり早いですね。お、やべやべやべ、あ、あ、
やっぱフルオートの方が好きだな、ストラダバ。まあ、セミも強いんだけど、火力的にはね。セミも強いんだがっていう感じ。さあ、俺のことを撃ってくれてもいいよ。死なない程度にな。死なない程度に撃ってくれたまえ。誰か気づいてくれ、俺に。俺に気づいてくれ。いや、気づかなくてもいいが、ワンチャン。いやー、お前みたいなエクシマスは気づくな。お前はごめんじゃ。オッケー。まあ、奴らがやり合ってるところでね、こっちに弾幕がすぐ飛んでくるかと言われると、そういうことでもないので、あ、嘘でしょ、壊れない。よし、オッケー。立つの火力がナイス。ちょっと、こそこそ隠れながら、オッケー。2番が放てるようになったら、こっちから攻撃していこう。やばい、いろんなところに魔法陣がある。これはやばいね。魔法陣、だね。あい、あい、あい、オッケー。センキュー、ベイベー、センキュー、ベイベー、センキュー。おい、やぶねー。お前だな、巻いていたのは、ぐるぐるを。オッケー。うぅ、ぐるぐる、ぐるぐる、魔法陣。はい。オッケー、お前らの召喚術は俺が立った。二度とここに現れないようにしたるで。あとどこ、あとどこ、あっ、やめてやめてーよね。ちょっとヘルスがフルじゃないと心配。蜂のように刺す。隠れながらな、一方的に刺すぜ。気づかつかなかったでしょっつってね。体中に蜂が入り込んでくるような、そんな目に合わせてやるぜ。チク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 万歳。我々は名誉と共に戦った。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。次でや、もうでやけてるやけ。あ、死にそうな感じがしてきた。なんかね、なんか突発的な事故にあって死にそうな気がしてきたよ俺今。うわ、やべえやべえよ、あいつ俺のこと狙ってやがる。ストロダバ、そう、ダウンしてくれるのはありがたいね。あの子が、ペットがね、ペットがダウンしてくれるのはありがたい。よし、オッケー。この調子でいきましょう。あばよ、いいね。ザッピングがいた、どっかに。まあ、いっか。行きましょう。アンチモアか。なるほどね。おめえみてえな奴がいたって大丈夫。なんだこいつ。なんだお前は。なんだお前は。オッケー。なんだこのシールドスプレーたち、楽しそうだな。なんだその遊泳飛行をしてるんですか。いいですね。俺も混ぜろよ。よし、オッケー。次次次次。上か。ん？上？あ、なんかやばいのがいるな。あの声は？なんかクルーマン。いた。そこか。ふっ。やばい！ホワイトがダウンした。いかんいかんいかん。これはいかんいかん。いや、ちょっと200体に増えてるんですけど。増えんなよ！なんで増えんだ？あ、お前か。はい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 。テック系コーパスね。まったくムカつくぜ。コーパステックが嫌いな男。ハピネスですよ。よし、サクサク行こう。なんか増えるに増えちゃったんでね。200体はさすがに増えすぎだって。どこ？オッケー、行きましょう。さあ、ヘルスも回復したいところ。どこにいるんだ？ちょっとレーダーガバガバ。ぐちゃぐちゃになってる。敵がいる、そこに。よし、オッケー。この調子。ヘルスの回復の術がないとちょっと厳しいけどね、これはね。よし、いいよ。まだまだこんなもんじゃねえぜ。俺はどんどん進むぜ。長い。なんでクロスファイアで200体も。ただでさえマップ広いし戦いづらいしさ、敵の数も多いのにさ、1エリアにね、1エリアに敵の数めっちゃ多いのに。てかこの黄色いの言い過ぎじゃね。ムカつくんだけど。オッケーオッケーオッケー。やばい、エネルギーがないぜ。よし、いいよ。立つでほぼほぼ一撃だなこれ。場合によってはスピンアタックがめっちゃ強い。すごいね。なんかこれ出ますよね、立つって戦ってると。なんかニュ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 っつって竜みたいなのが出てきますよね。あれが強いんだよな。ヘビーガンダーも余裕かな。あ、余裕というほどでもないな。まあそこ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 、でも溶けてる方だな。あの黄色いのばっかりいてうざい。なんかどっからか召喚されてる。またおめえか、めんどくさいなあいつ。よし、オッケー。まだエネルギーは大丈夫そうですね。エネルギーの方は枯渇気味ではない。よいしょ。OK。おお、回復した。いいね。さあ、あと100体。あとちょうど100体ですね。100体もいるって感じ。まあ、俺は実際、今回は気分でロキで来てますけど、おすすめはやっぱりもう、さっさと終わらせんだったらメサですね。メサでさっさとエネルギー減少でも、ダメージ食らいながら終わらせて、ヘルスを回復してってことをやれば、あっという間に終わるんじゃないかなって思う。何気にね、エネルギー減少とかされるとね、このフレームの強みが全て縛られてしまうのでね、
そこが厳しいところではありますよね。オッケー、おお、やばい、消えられるか。オッケー、消えちゃおう。オッケー、次次、うわー、ヘビガンナ、やばい。あ、こいつ結構ストラダバーが効いてる。いいよ、ナイスだ。よし、行きましょう。あ、コークションドリフトステージだ、いいな。わあ、死んだわ。やっぱりね、やっぱ死んだね。うん、やっぱ流れ玉に当たりますね、どうしてもね。まあしょうがない突っ込んでった俺が悪い。いや、どっちかっていうとスコーチがいたのが問題なんでね。ヘビガンナうんぬんじゃなくて、あのスコーチの野郎がこっちに向かって撃ちまくってたのがまずかった。やーめてよスコーチ。オッケー、いやー、どっかでね、事故死あんだあんじゃねえかなーって思ったんだよね。いや、やっぱロキはね、強いんだけど、強いのはいいんだけど、これが嫌だ。うん、この事故死がね、どうしても QT についてても発生してしまうんでね。エネルギーの、その、今回は特にエネルギー減少なのでね。そう。だからね、本当はね、メサとかね、ああいうのに、ちょこちょこ強いプライマリー持たせて、で、実際のところは、こう、エネルギーに余裕があったら、4番放っていくみたいなね。そうそう、ほら。あの子も、あのペットの子も今、スコーチのせいですよ。あいつが全般、スコーチとか、あとなんだろう。あれ？どこにいる？スコーチとか、なんだっけ？ハイエッカーマスター、あの辺のやってくるイグニス系がね、非常にまずいんですよね。お前が生きてるんかい。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。危ねえ。死ぬとこだった。ヘルスフルでも死ぬからな。あそこでイグニスちょっと噴射されただけで。あの武器マジで強いからな。あれはね、結構初心者殺しのところもありますからね。序盤であいつに出くわしてしまうと、目の前から操作されるだけで死んでしまうというね。あれ、まさかのゴール地点じゃねえ、ここ。よーい。全然足りてないじゃん、敵。っていうか、増えんなよ、マジで。増えるからこういうことになるんでしょ！オッケーオッケー。まあ、反対側にもいそうだね。ゴール地点の向こう側にもね。オッケー。まあ、言った後少しか。よし。オッケー。足見えてますよ！そうそうそう。こっちの方にもいるからね。はい。エネルギーの回復だけは重視していきましょう。シールドスプレーがなんだ？知らんわ。やはりあの、スコーチとかいるところでは、まあ、ロキでも自己死を防ぐのであれば、こうやってね、せっかく持っているプライマリとかを使うべきですね。そういえば忘れてた、ガンマコア。いや、いいですね、これ、磁気ダメージ。いや、本当にね、コーパスにはよくよく効きますよ、これ。めちゃめちゃ強いよね、シノイドガンマコア。これですよ、コーパステックも、このスピード動くな、バカ。いや、いや、ちょ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 。いや、コーパステックにはあんま効いてねえな。モアとかにはよく効くね、やっぱりね。ロボット系。ロボット系男子。やめて。俺を撃つな、バカ。うわぁ、バレてるだろ、俺。いやー、かわいそう。あ、そうか、あの子が、あー、違うね。なんか、至近距離に行っちゃったんだね、敵のね。見えねーどこでダウンしてるのかが全然見えねえ。オッケー。よし。さあさあ、流れ玉に気をつけて。思いっきりあの、ペットは見つかってるなー、やべ。危ねー。ペットは見つかって撃たれてますね、完全に。晴れのち時々曇りみたいな感じで撃たれてますね。はい、はい、ぐーたら生活させてくれ。ああ、ナパーム目、ナパーム目、やばいやばい、こいつの火はやばい。いでででで、あぶねえふざけんなよあいつ。いや、もうなんなんこれ、増えんなよ。なんで増えんの、そんなに。何が、何のせいなのこれは。増えるシステムいらなくない？もう常々いらないと思ってるんだけど俺、これ増援的な演出なんだろうけど、いらない、本当に怖いわ。いや、この増えたせいで戦いが長引いて死ぬかもしれないじゃんっていうね。オッケーオッケー、時間かかるし、かえさえ長いのに。オッケー、よし、あと5体、頑張るぜ。よし、あー、3体しかいないか、ここただザクザク切っていくぜ。なんかどっかで敵同士が戦った結果、あー、うわー、スコーチだった。なんでよりによってお前、なんでスコーチがこんなにいるの。よし、終わった。オッケー、お疲れ様でした。いやー、ちょっと一回事故死ついちゃいましたね、危なかった。いやー、悔しいわこれまあ、たまにはこういうこともあるって感じですね。オッケーです。そしたら次、最後ですね。最後はまあ救出なんでね、まあ、ロッキー君に頑張っていただきましょう。ヘイロッキーです、私はね、アブドン、アブドン、アブドン。さて、やってきました、ロッキー君のターン。まあ、救出ミッションね、属性じゃねえや、属性攻撃耐性かつ感染ダメージが
入っているそうです。いやー、このね、感染ダメージが入っているのは非常にまずい。救出対象を狙われたら一撃だし、俺も感染ダメージ食らったらほぼほぼ一撃で死にますね。これ火力がとにかく高いのでね、それはちょっとマジないわっていう感じ。いや遠いな、しかも 300m。 ムカつくからお前に八つ当たりだ。おう、敵あれだね、敵シールド増強がなければ一撃でやられてくれますね。ナイスです。ナイスです。そんなあなたにナイスです。プレゼントナイスです。まあ、敵ムシ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 。救出ミッションは戦うミッションじゃないからね。 OK、 着いた。行きましょう。了解です。効果時間もぴったり2箇所。 OK、 行きましょう。カメラがないことを願う。うわー、なんかナリファイの音がしちゃう今。うわ、めんどくせー。うん、ナリファイは潰すか先に。やばい、マインはやばい。あそこにいるのね。 OK。 いや結構敵いたな今。でもどうしたって先に助けなきゃいけないから、まあ救出対象はバンバン攻撃されながら、あれかな、わー、いるのかそこに。バンバン攻撃されながらなんとか助けるって感じかな。この辺の敵は殲滅しないとダメですね。やばい、死ぬ、危ねえ。やっぱダウンするよね、それはね。よし、 OKOKOK。 いやもうこれはね、あー、ナリファイ来た。近い。あんま近くに呼んだ。よし、 OKOK。 ナリファイは倒す。ナリファイを先に倒しましょう。リロードが長い、ストラダバ。 OK、 よし、ナリファイを集中的に狙って流れ弾に当たんないように。オッケー、どこかな。冷静に判断しよう。たまに当たってる、たまに当たってる。危ねえ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 。こっちは救出対象、こっちまで来い。どういった、あいついた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 。オッケー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 。ああよくばテレポート使ってやろうかと思ったけど、武器持たしたね今俺。ダメ、こっち来て、すぐこっち、すぐ。おいしい、すごくおいしいだろ。そう通りだ。よし、お前と俺で入れ替えだ。うん、戻ってくんな。オッケー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 。いやー、危なかったー。ちょっとナリファイ対処したのでね、クリアできるかできないかは随分分かれてたと思います。あれ1個がいるかいないかでね、随分違うのでね。ナリファイいて、あと敵をね多少殲滅できて、4番放ってね、敵の射撃攻撃を無視できたのもナイスでしたね。あの手順はちょっと必要かなと思います。4番アビリティね、敵の武装解除のやつ。というわけで、まあ結構ね、運も関わるような展開でしたけれども、最初にいくらかナリファイ倒して、でその後4番放ってが効いたかと思います。はい、というわけでね、今回アフィニティブースターでした。なんかアフィニティブースター、リソースブースター系多くねっていう感じですけれども、はい、3つのタスクね、あっという間にクリアできましたね今回は。まあそんなにね、言って重めのタスクではなかったので死にましたけど、2番目では。まあでもクリア、うわ、もうこれ強すぎてクリアできねえみたいな事態にはね陥らなかったので、まあそこはナイスかなと思います。はい、それではね、最後に、ロキ君のビルド紹介をやって終わりにしたいと思います。そうでしょう。はい、ロキ君です。最後にね、持ってったのはストラダバープライム、シノイドガンマコア。まあこれ使わなかったですけれども、あとタツね。まあこのストラダバープライムとタツが結構いい味出してたかな。あとはまあおまけプラスアルファでナガンタカぐらいですね。まあシノイドガンマコアもね、かなり強力な武器でしたけれども、はい、今回ねロキ君持っていったのは2番特化でしたね。姿を消せるようにしてました。はい、まあ全体的にポテンシャル高いようにしているんですけれども、効果値感がメインですね。エネルギーサイフォンにコークションドリフトつけてガンガンね、姿を消してる間にもエネルギーを回復して、効果値感切れたらまたもう一回姿を消そうやのね、半永久期間みたいな感じで構成してました。エネルギー減少はそうはいかないですけれども、エネルギー減少の対応として非ヘルスダメージの際に 40% のエネルギーに変換ってことで、まあ言ってね、最大ヘルス上げてないんでたかが知れてるんですけれども、まあ効率をねそこそこ130に上げてるので、ちょっとねエネルギーさえあれば大丈夫かなと、そういう感じでした。はい、あとはね、クイックシンキングついているんですけれども、やっぱり、効果時間を殺してでもプライムドフローか、フローをつけるべきですね。今ガンガン効果時間に持ってましたけれども、今回の事故死を防ぐためにはフローをつけるのがおすすめですね。こんな感じで全然この値が違うので、これがフルに溜まってるか溜まってないかで QT が発動するかしないか、もしくはねこの2番アビリティ、インビジビリティを放てるか放てないかにも関わってくるのでね、ここはね、賛否両論あると思います。人によってね、つけるものが全然変わってくると思いますね。はい、あと効果時間を盛るために、ナローマインドとプライムドコンティニティと、今回はオーガーメッセージをプラスでつけてました。で、最後の救出ミッションでやった武装解除の攻撃なんですけれども、あれもね、救出ミッションに対応するためにね、オーバーエクステンドをつけて、
対応してますね。アビリティの効果範囲をプラス 90% やってましたね。まあ本当に1番をほとんど使わないので、このデコイを置くやつ、うん、まあそんなにね、あの全体的にこう4番一応ダメージも入るんですけれども、メインはね武装解除なのでそんなに期待してないので俺は。なので 40% に下がっちゃっても全体的に総じてみてね、あまり影響は少ないのかなという感じですね。あとはもうこっち自身が頑張らなきゃいけないっていうのは発生するけどね。あとはハッシェードインビジビリティをつけてね、武器の消音効果を持たせておりました。なのでね、あの消滅戦でもストラドバープライムめっちゃ撃ちまくってましたけれども、敵がこっちに気がつくことなくね溶かすことはできたのかなと、そういう感じでしたね。これはね結構スナイパーライフルとかももう総じて音が消えるので、高火力の武器を消音で撃ちまくれるというそういう増強モッドですね。はい、全体的にはねこんな感じになっておりました。ロキ君はね、まあ自己死さえ気をつければめちゃめちゃ強いフレームですね。あとはストラダバープライム、まあストラダバープライムそんなに特別なモッドを積んでいるわけではないんですけれども、火力重視ですね。かなり俺はフルオートで使っていきたいのでこちらの項目を結構重視してるんですけれども、まあ合わせてセミも同時に強くなっていくのかなという感じですね。まあ状態異常の確率と1個に対するダメージがセミの方が多いという感じですね。まあセカンダリ射撃の方が本当はね使うのはいいんだろうけど、俺は気持ちいいんでねフルオートの方がこれクリティカルダメージ伸ばして60属性のあれで感染を発生させてますね。あとはクリ率とクリダメを伸ばしております。はい、まあこれでね結構強いんでね。でクリティカルが発生したら切断ダメージを付与のやつがついているので結構サクサク減っていきますね。おまけに感染ダメージなんであっという間ですね、コーパスなんかは。あとはセルレーションとスプリットチャンパーでね、工場のモッドと言っても過言じゃないですけれども、きちんとね基礎ダメージを上げて敵を網羅していったっていう感じですね。ストラダマープライムもいいんですけど、ストラダマーもおすすめです。ハピネスとしてはそう、あれもねポテンシャル利便性そこそこ高いんですけれども、ポテンシャル高いんでねいい武器です。はい、あとはタツですね。ハピネスのタツはね結構状態異常寄りにやってますね。まあ状態異常寄りにやってるっていうか、そんなにねクリ率が高い武器ではないのでね、うん、あんまりウォールアタックとかそういう基礎的なダメージがそんなに高くないんだなって使い始めては思ったんですけれども、まあ状態異常確率高いのでこう感染ダメージとか入れてね、そこそこ、クリティカル発生とか基礎ダメージ上げたりとかで、ワイスラゾールね、エクスプロイターオーブやりまくった人だったらたくさん持っているスタンスですね。50枚ぐらい持ってんじゃないかなっていう感じだけど、そういうのがありますね。はい、あとはねこちらねこういう感じのモッド構成になっております。まあちょっとレアリティの高いモッドをねこちら付けさせてもらってますね、ハピネスの場合ね。こちらねリスナーからねこうプレゼントいただいているモッドも含まれますけれども、特にマイミングストライクなんかもね、うん、コンディションオーバーロードもかつてはっていう感じだからね、そのあたりもねタツに宿っているという感じですね。ありがとうございます。はい、そんなわけでねまあこんな感じかな。長谷川に関しては切断ダメージをね上昇させていただけなのでこんな感じで終わります。ではまたね次回のソロソーティーの方もやっていきたいと思いますので、次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ポパ可愛いでしょ。